クンブレストルテックシーニック鉄道はアメリカ合衆国のニューメキシコ州、チャマとコロラド州アントニとの間で運行されている狂気の保存鉄道である。標高1万15フィートのクンブレス峠を越えており、アメリカ合衆国の旅客鉄道として最高地点を通過している。線路自体を所有しているのは地元のニューメキシコ州とコロラド州の州政府である。 クンブレストルテックシーニック鉄道の運行している線路は、もともとデンバーリオグランデ鉄道によって1880年に付設された。この会社は、その後サザンパシフィック鉄道との合併を経て、2010年、現在はユニオンパシフィック鉄道の一部となっている。1970年にクンブレストルテックシーニック鉄道が、 上機機関車で二つの街の間を6時間かけて走る列車を運転するようになった。この鉄道は、デンバー・アンドリオ・グランデ鉄道産ファン延長として、1973年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。この指定地域は2007年に拡大されている。経営ノウハウなどがなかったことから、2002年に一度は倒産している。 しかし NPO のナローゲージプリザーベーションファンドの支援により、鉄道ファンがボランティアとして関われる仕組みを作り、経営のプロを招いて、周辺の宿泊施設を整備するなど、再検索を進め、2009年には黒字経営に転換した。年間20万人の観光客を集める保存鉄道となっている。マイクロソフト、日本法人の社長、会長を務めていた、 古川徹は NGPF の最大出資者で、この鉄道の保存活動に関わっている。今日の茶間は小さな村であるが、多くの鉄道ファンにとっては聖地とされている。茶間は蒸気機関車の時代の鉄道がアメリカ合衆国で最もよく残されている場所の一つである。線形庫や倉庫、留置線などが改造されているが、 それでも邪魔のヤードは1960年かそれ以前の雰囲気を止めている。ヤードにはデンバーアンドリオグランデ鉄道以来この路線で使用されてきた本物の鉄道車両が止まっている。クンブレストルテックシーニック鉄道で使用されている機関車はすべて以前のデンバーアンドリオグランデ鉄道向けに製造されたもので、すべて車軸配置2から8から2のミカド型である。 かつて、ジーン・ウォートリーが所有していたこともある、K、K-27 型463号機や、もともと、ボールドウィン・ロコモティブワークスで1903年に、標準機用機関車として製造され、デンバーリオグランデウェスタン鉄道によりデンバーのバーナム工場で1928年から1930年に、かけて狂気に改造された、K、K-37 型などが配置されている。 鉄道の運行を主に支えているのは伝統ある K-36 型でボールドウィンロコモティブワークスにより1925年に製造されたものである。最も重要と言えるのが K-36 型487号機で一番よく運行に使われている。クンブレストルテックシーニック鉄道はかつてのデンバーリオグランデウェスタン鉄道の路線のうち 64マイルを占めている。公式には、邪魔に本部が置かれているが、両端に各種の機能が分散されている。クンブレストルテック委員会の事務所は、アントニトにあり、また車両に対する修理が行われている工場も、こちらにある。鉄道の実際の運行の本部は、邪魔にあり、機関車の修理も可能である。2010年の運行では、 5月22日土曜日から10月17日日曜日までの毎日の列車運行を予定している。毎日、茶間及びアントニトから列車が出発し、オしアに双方が到着してから、それぞれ茶間とアントニトへ引き返すようになっている。これにより、貸切バスで戻ってくる工程を組み合わせることで1日で、全線を乗ることも、オしアで折り返す。 往復の工程にすることもできるようになっている。茶間のヤードにて487号機マイルポスト344.12マイル地点の茶間を起点としてヤードを出発すると北東方向へほぼ直線に進み茶間川を渡る。1マイルほど進むと4%の上り勾配となり、これは国祖付近の区間を除いてクンブレスまでほぼ一定である。 最初の側線がロバトにあり、マイルポストは399.99マイルである。ここには、かつての家畜集積場と、1970年代に映画撮影のために建設された給水タンクの跡がある。このタンクは、インディ・ジョーンズ、最後の生鮮の撮影で使用されている。タンクは2006年に老朽化と強風のために、倒壊した。4分の1マイルほど行くと、 ロバート橋があり、これは1883年に建設された路線内で2番目に高いトレッスル橋である。重量制限のため、同時には1両の機関車しか渡ることができず、10連運転の列車は一旦機関車を分割して、橋を渡ったところで再度連結する必要がある。ここからクンブレスまでは、路線はウルフクリークの北側を走る。 頂点となっているクンブレスまでの途中のマイルポスト335.10マイル地点に、クレスコの側線と給水タンクがあり、ハミルトンポイントからは小さな谷をたどる。谷を出ると線路は北西へカーブを切って、国葬通りウルフクリークの集水域を出る。谷が狭くなっているところでは、ウィンディポイントまで、オウム状のきついカーブをこなして、列車はクンブレス峠へ入っていく。 クンブレスは標高115フィートマイルポスト330.48マイル地点にあり、車両検査官の事務所、給水管、大きなスノーシェットの残骸、もともとこの地点にあって1950年代に取り壊された車両基地を置き換える保線基地などがある。クンブレスはこの鉄道で最高地点にある。ここから東へは線路は2.5%の勾配でおり、 クンブレスループを下っていく。このループは、タングルフットカーブとしての名前の方がよく知られている。このループを抜けると、ロスピノス峡谷に沿って北へ向かうマイルポスト327.6マイル地点までおおむね、東へ走る。北に向きを変えて、次第に高度を下げるが、谷は次第に上がっており、最終的にマイルポスト325マイル地点で、谷の底に線路がたどり着き、 ここで線路が向きを変えて、ロスピノス川に沿って押し合え、他人の反対側を南へ向かい始める。マイルポスト323マイル地点を過ぎると、線路は谷から離れて、さらに急な勾配になり、川によって形成された谷にへばりつくようにして、走るようになる。その途中でロバト橋よりも高い、高さ137フィートのカスケード橋を渡る。さらに、 1> 約1.5マイルほど走ると、この鉄道の中間地点で、双方向からの列車が出会って、昼食休憩を行うおし屋にたどり着く。ここで、元来た場所に戻るか、あるいは列車を乗り換えて、反対側の終点まで向かうことができる。クンブレストルテックシーニック鉄道の蒸気機関車この区間は、小さな畜産業の町であるアントニトから、 路線の中間地点の押山で、鉄道の東半分を走る。マイルポスト280.70マイル地点にある、アントニとは、現在は、ユニオンパシフィック鉄道の一部となっている、かつてのデンバー・アンドリオ・グランデ鉄道の企業城下町であった。ここには、修理工場や給水タンクなどが置かれている。もともとあった鉄道のヤードやデルタ線、駅設備などは、コロラド州、 ニューメキシコ州に売却されなかったので、ここのほとんどの設備は、クンブレストルテックシーニック鉄道によって建設されたものである。駅を出ると、列車は、丘陵地帯に入るまでほぼ3マイルほどまっすぐ走る。そこを過ぎると、マイルポスト285.87マイル地点で、ファーガソン橋を渡る。この橋の名前は、ここで、機関車から吊るされた男の名前にちなんでいる。 この橋は、ウィリー・ネルソンとデルタ・バークの出演した1988年のテレビ映画ウェア・ザ・ヘルズ・ザット・ゴールドで取り上げられている。このテレビ映画向けに実施した爆発は、予想より大きなものとなって、橋を消失してしまうものとなった。仮の橋ができるまで1週間にわたって運行が止まり、その年の冬に、ほぼ原型に忠実に、トレッスル橋が復元された。 さらに3マイルほど先に累計で11回に及ぶニューメキシコ州との宗教通貨の1回目があり、岩棚をラバメサへ向かって登っていく。マイルポスト291.55マイル地点のラバには1971年にアントニトから移設された古い給水タンクがある。ここには展開線として使用されているオーム状の線路があり、 茶魔からやってきたロータリー除雪車が展開するために使っている。クンブレストルテックシーニック鉄道にはロータリー OM 及びロータリーと呼ばれる2両のロータリー除雪車がある。西へ向かい2回にわたってオメガ状のカーブになっているウィップラッシュカーブを通る。ここから1マイルほど進むとビッグホーンに側線途る多線がある。ビッグホーンを過ぎると 最初の給水停車がある、サブレットまで山に沿って何度もオウム状のカーブを通っていく。サブレットは放棄された鉄道の保線基地で、木造の詰め所、保線基地、側線やその他の建物がある。かつては、側線の西側に給水タンクがあったが、現在はその場所に給水管がある。淡水車に水を補給すると、青々と茂ったポプラの森へ列車が入っていく。 サブレットを出るとトルテック側線を通過する。ここは1950年代に茶間や、ファーミントンとアラモーサの間で長い油性用パイプを運んでいた列車が対抗列車と交換するために使っていた。そこを過ぎるとマットトンネルを通る。このトンネルは柔らかい火山灰の地質なので木の柱で打ち張りがなされている。このトンネル内のが崩壊したには デンバーリオグランでウェスタン鉄道はトンネルを迂回して旅客や小型の車両を移動できる道を作り反対側に待機している列車に移動できるようにしたことがあるこのトンネルを抜けるとファントムカーブを通りカリコカットを抜けて列車が速度を落とす駅のために速度を落とすのではなく工程中で最も景色の良い場所を通るためであるその後 ロックトンネルに入るときに汽笛を鳴らす。このカーブを描いたトンネルにより、トルテック峡谷に入る。ここでは、川の上の600フィートの位置に線路が敷かれている。トンネルを出ると、岩場が広がっている。この岩場をゆっくり抜け出すと、ジェームズ・ガー・フィールド大統領の記念碑を通過する。再び列車は加速するがあまり長くはなく、10分ほどで押し合いと到着する。 ありがとうございます。